こんにちは、ドクターネックスです。さあ今日はですね、あ、まずこれか、無料の単発、星5は当たったことありません。えいっ、はい、3、いつも通りで、この、上2枚ですね、チュートリアルエディション、そしてセカンドアニバーサリーエディション、それぞれ引いていきたいと思います。チュートリアルエディションの方は、今リセマラをすると分かるんですけれども、最初のガチャが今までは星4浮竹、もしくは、星3のルキア兄様とかだったのが、今は星5が確定でもらえます。で、この星5は僕はいずれも全部持っているというような状態ですね。ようやく今回ウルキオーラも、初期ウルキオーラも手に入ったんで、全員持ってますね。はい、誰でもよし。うお、虹だ。そういうもんです。ただ純粋に格の差だ。はい、必殺ゼブラあげましょう。さあ、ここはね、ここは持ってないのがあるんだわ。セカンドアニバーサリーで、白夜、ルキア、ネム、ローズ、ユキオ、ここ言って、ユキオ、ローズ、ネム、白夜、ルキア、5個、15分の5、3分の1の確率で未所持。カモン、未所持の何か。宇野花隊長はかっこよくて素敵で、私の尊敬する隊長です。まあな、3分の2だったら大体当たんねえわな。はい、必殺技レベル上げましょう。どうすっかな、ブレスオルガジャチケット。いやー、まあ取っとこうかな。まあしゃあない、短いけれども、今回はチュートリ、星5確定ガチャチケットのチュートリアルエディションとセカンドアニバーサリーエディションを引いて、どちらも持ってるキャラでした。空気はここまでです。以上、ドクターネックスでした。お疲れ様でした。